ちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入る。その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、ワンちゃんのお散歩の目安時間ということで、どのぐらい行ったらいいですかっていうことをお話ししていきたいと思います。皆さんワンちゃんのお散歩どれぐらい行かれてますか？季節によっても時間帯とかね、長さって違ったりするとは思うんですけども、今日お話しするのは特にね、暑い日もしくは暑い日でも暑い時間帯は除いたね、ワンちゃんたちが快適にある程度お散歩できる時にどのぐらい歩いたらいいのということを基準にお話させていただこうかなと思います。まずね、大前提でいろんな犬種、いろんな大きさのワンちゃんがいると思うんですけども、まずもちろんね、犬種的なものも大事なんだけども、性格だったりとか、そういったものでもね、お散歩の時間ってかなり変わってくるんだよっていうのを覚えていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。まず最初に私の考え方としては、これ大型中型小型とか子犬ちゃん老犬関係なしに、ワクチン接種が終わっていて健康な子であれば、どんな子でも私は朝晩2回お散歩は必ず必要だと思ってます。必ず必要って言ってる部分っていうのが、まず一つが気分転換っていう部分があって、ワンちゃんたちのやっぱり気分転換って必要だと思うんですよね。なので老犬の子でも、例えばお散歩っていうと私たちはリードをつけて歩くっていうイメージになっちゃうんですけども、そこまでやらなくても、例えばね、リードつけて本当にお庭くるくる歩いてあげるとか、一緒にいてあげるとか、なんだったらもっと極端に言ったらお外に出しといてあげるっていうだけでも全然違うと思います。なのでリードをつけて外にいること自体がお散歩としてカウントしていいんだなっていうことをね、覚えていただけるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そういった前提でね、話を聞いていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。まずですね、小型犬ですね、小型のワンちゃんの場合のお散歩の平均時間、皆さんがどのぐらい行ってるかってことですね。大体平均的には1日に2回の、まあ大体20分から30分でお散歩行かれてる方が多いんじゃないかなと思ってます。この中で足りてる足りてないっていうのは、まず一つが、お家の中で問題行動が多く出てないか、吠えたりとか破損したりとか、家族に対して強くね、遊んで遊んでって要求が出たりとかしちゃう場合は、お散歩がね、少し足りてない可能性があったりします。なのでお家の中で問題がたくさん出てないかなっていうのを見ていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。小型犬の中で私が見てる中でも、ちょっとこの辺の子たちは要注意で見てねって思うのが、まずはシュナウザーの子たちですね、あとはトイプードルの子たちね、とあとはジャックラッセルテリア、この辺の子たちっていうのが、やっぱりね、ミニチュアシュナウザーの子もそうだけども、普通の小型犬の子たちと比べるとちょっと熱量が高い子が多いから、この辺は平均のお散歩時間が私が見てる中では、まあ、40分から1時間、もちろん性格的にそれ以上必要な子たちもいるんだけども、今言った犬種で飼われてる、ね、方たちの場合は、お散歩って本当に足りてるかなっていうのを見ていただくのに、お家の中のね、いたずらだったりとか、ワンちゃんが落ち着いていられるかなっていうところを見てあげながらね、増やしたりとか減らしたりとかしてあげるといいかなと思いますので、今言った犬種の子たちは結構ね、同じ、例えばね、トイプーちゃんの中でもすごいお散歩行く子もいれば、やっぱりね、20分ぐらいで足りちゃう子もいたりするので、大きさだったりとかね、性格もあったりするので、そこをしっかり見極めてやってみてあげてください。次ですね、中型大型ということで、ここはね、一緒の括りでさせていただきますね。だいたい1日の平均のお散歩がやっぱり回数的には2回の方が多いんだと思います。朝と夕方ですね、平均的な時間っていうのは1回が30分から60分程度行かれてる方が多いようです。私もやっぱりいろんなワンちゃん飼ってる中で、うちもね、ジェットがね、ボーダーコリーでいますけど、やっぱりね、ボーダーコリー、あとはラブラドール、ゴールデン、レトリバーの子ですね、あとはミックスの子たち、ミックス系の雑種の子たちもいたりするんですけども、やっぱりそういう子たちの場合って、基本的には運動量がちょっと多めを好む子たちが多いのかなっていう気がします。なのでもちろんね、その他にも、例えば大型犬って言っても、例えばドーベルマンだったりダルメシアンだったり、運動が大好きな子たちいっぱいいるんですけど、ちょっと一般的によく見かけるワンちゃんたちに絞っちゃったんですけども、やっぱりね、お家の中でどんな風に過ごせてるかなっていうので、特にね、そのお家の中の過ごし方見てもらうのと、プラスね、大型犬中型犬の子たちって熱量を持て余すと不安になる子が多いのかなと思っていて、ちょっと落ち着きがないとかね、ちょっとこうそわそわしちゃうみたいなね、そういう子たちの場合って結構ね、運動不足だったりとか、気分転換が上手に測れていないっていう子たちが多いんじゃないかなと思ってますので、一応ね、30分から60分ってなってるんだけども、さっき言ったボーダーコリーだったりとか、ラブラドールとかゴールデンとかね、あとはミックス系の子たちね、こういう子たちの場合はちょっと気持ちでお散歩で長めに行っていただけるといいかもしれません、もしかするとね。なのでもちろんうちの
の子ね、おとなしいです、お利口さんです、これで足りてますっていう子たちは無理していく必要性はないし、老犬の子たちね、もう落ち着いてる子たちを引きずって出しなさいっていうことではありません。ただね、足りてない子が結構いて問題行動を起こします。で、問題だけどうにかしようって考えてもやっぱりあんまり良くないんじゃないかなと思いますので、適度な運動とやっぱりね、ワンちゃんたちにはお散歩ですね、気分転換させてあげながら考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、今のお散歩時間でね、合ってるかなっていうのはね、ぜひね考え直して、もう一回見直してみてはいかがでしょうか。